バリトンは男性のバスとテノールの中間の生域及び、それを受け持つ歌手。男性を音域で2分する場合は、バスの側に分類される。典型的なバリトンの音域は、おおむね G24。合唱では A2F4 くらいである。音域で分類すると、高い方をハイバリトン、低い方をバスバリトンなどと呼ぶ場合もある。オペラの領域では、 音色を含めて総合的に、バリトンレジェ、ディリックバリトン、キャラクターバリトン、ヘルデンバリトンなど、様々に細分化することもある。寄付は、バス記号が用いられることが多く、バリトン記号は現在はあまり用いられない。バリトンという言葉は気楽にも用いられ、音域が異なる同種の楽器グループでの区分を行う。例えばサクソフォーン族において、バリトンサクソフォーンなどと呼ばれる。 単独で、管楽器名を表すバリトンは、ユーフォニアムと同族の金管楽器である。また古楽器に、ビオール族の発言権急奏楽器バリトンがあるが、これは英語などでは、ベロトンで、綴りが異なる。ありがとうございます。